その時恋に落ちた。私は田中直子、この会社で素敵な OL ライフを生きていく、そう決めた。6年が早いんだよ。え、おまわりさん呼んだ方がいいかな。華やかな OL の世界、裏では OL たちによる派閥争いが繰り広げられていた。やれるもんならやってみろ。みろ、笑わせんなよタコ、踏み潰すな。そこに現れた一人の中途採用 OL。 まだ上がいるなら今連れてこいよ。片木の OL には関係のない話。 OL 戦国時代の幕が上がる。あの方って何されてる方ですか？総務部、お願いだからまだ死なないでね。私がやられるわけないじゃん、誰だと思ってんの。ブシュってやってたから今手ベタベタだと思うんだけど。全員まとめて殺してやる。私は日本の OL のてっぺんに立つ。史上最強の OL になりやがれ。てめえ二度とピラティスできない体にしてやろうか。なんで私がピラティスってんの。彼氏欲しい。果たして素敵な OL ライフはつかめ取れるのか。地獄の花園。表出ろや、ね、ちょっと待ってて。なんかね、ここのお題払ってくれるんだって。私もだいぶ慣れた。